ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。チャオ。今回は、メルカリにいたヤバい人について紹介していくぞ。メルカリって、フリマアプリだよね。有名だし知っている人は多いと思うよ。確か、出品や購入のやり取りで、いろいろコミュニケーションがあるよね。ああ、その中でもかなりヤバい取引がいろいろあるらしい。何それフリマアプリって確かにユーザーも多いからいろんな人がいそうだけど。メルカリは特に悪質なユーザーが多いことで有名だ。そんなことで有名になりたくないわよ。あはは、まあどんな人がいるかは、解説を聞いてのお楽しみだぜ。それでは解説お願いします。ではでは、ゆっくりしていってね。まずはメルカリというアプリについて簡単に話そうと思う。そうね、みんながみんな、メルカリユーザーじゃないと思うし、お願い。メルカリは、無料で使えるフリマサービスアプリだ。家にある不要なものを、簡単に出品することができるぜ。もちろん、出品されているものを買うこともできるよ。手数料は販売価格の 10%、つまり売れた値段から 10% 引かれたものが利益だな。買う側は、商品の値段以外に負担する額がないんだよね。その点はとても魅力的だと思うわ。そうだな、まあ出品側も 10% の手数料以外はかからない。いかに手軽に始められるかがわかると思うぜ。登録も結構簡単で面倒なことはなかった気がするよ。そうだな、登録方法については、気になる人はぜひ調べてみてほしい。そしてもう一つ、フリマサービスアプリの特徴として、評価制度があると思う。霊夢はこの評価制度については知ってるよな？もちろん評価されたこともあるし、したこともあるわ。出品側、購入側がお互いに評価をつけて取引完了って感じだよね。ああ、まあこの評価をつけるっていうのが、面倒って感じる人もいるかもしれない。面倒なことにならないように、取引を確認したらすぐ評価するのが良いね。でも、私一個不思議に思うことがあるんだよね。この評価制度があるのに、どうしてやり取り内でトラブルが起きるんだろう？それはだな、メルカリユーザーが多いからだ。ユーザーが多ければ、それだけいろんな人がいると思ってほしい。まあそうだよね、人口の多い地域で犯罪が多いのと同じだよね。それは何か違う気もするが、一般的に、ユーザーの中でも善良な人が7割、ヤバい奴が3割と言われているぜ。あら、想像してたよりヤバい人の割合って多いのね。ねえマリサ、そろそろ実際にヤバかった人の話を聞きたいわ。よし、まずは購入側のヤバい人について話していくぞ。私も出品した時に出会うかもしれないもんね。心して聞くわ。一人目は購入後にやっぱりいらないっていう人だな。ああ、それは出品側からしたら手続きも面倒だし嫌ね。まあでも、購入してからやっぱりキャンセルしたいって人はいると思うよ。そうだな、だがとある取引のキャンセル理由がなかなかに馬鹿げてるんだ。今回の取引商品は、ブランドバッグだった。出品、購入双方が納得して購入、となった時に購入側から一通の連絡が来たぜ。ごくりどんな内容だったのかしら。支払いができなくなったので、キャンセルでとのことだ。ちょっと待って、確かにブランドバッグは安くはないだろうけど、購入側って、普通は支払えるから、購入するんじゃないの？そう思うだろ？だからヤバいやつって言われるんだ。この購入者は学生だったのかな？それにしても非常識すぎるわ。世間一般的には非常識でも、メルカリの世界ではそんなの通用しない。しかも、この人のすごいところはまだ続くぜ。何したのよ。出品側も、この理由には納得がいかなかったようで、購入側にこう言ったんだ。購入側の一方的な理由でキャンセルは納得できませんと。まあそうだよね、私でもそう思うわ。そしたら、購入者はこのように返信したんだ。そんなに買ってほしいなら半額に値下げしてくださいとな。何それ話がぶっ飛びすぎて私の頭がついていかないわ。しかも値下げ交渉にしても半額ってやりすぎでしょ。もしかしたら、この人は最初から半額値下げが目的だったのかもしれないよな。そう思うと本当にヤバいやつだと思うぜ。それなら、最初からストレートに値下げ交渉しなさいよ。結局このやり取りは、渋々と出品者側が折れて、キャンセルになったそうだよ。出品者は何も悪くないのに売れないし、嫌な思いするし、最悪ね。霊夢は間違えてもこんな購入者にならないように。私はこんなことしないわよ。でも、こんな理由じゃなくてもキャンセルをすることってゼロじゃないと思うのよね。キャンセルするときは、どういうことに気をつけたらよいかな？キャンセルしたいってなったら早めに連絡をすること。もし支払い後のキャンセルってなったらなおさらだ。支払い後のキャンセルの場合は、購入者が送料とかを負担するのが常識だろうな。ふむふむ、まあでもキャンセルにならないのがベストだと思うわ。購入者は、商品を買う前にしっかり検討してから取引してね。それにしても、かなりヤバい人がいるんだねー。おいおい、こんなのまだ序の口だぞ。じゃあせっかくだから、もう一人ヤバい購入者を紹介しようか。
まだヤバい人がいるの？どんな人なのか気になるわ。話が通じない相手っていうのはうじゃうじゃいるんだなって痛感する話だぞ。まあ、フリマアプリって文面だし、知らない人だもんね。多少話が通じなくてイライラすることはあるかもしれないわ。今回の取引商品は、未開封のブルーレイボックスだ。おお、なかなか良い買い物じゃない。販売した時に購入者からこのようなメッセージが来たらしい。外装のビニールが破れている。新品ではないのですか？と。あらら、出品者側の見逃しかな？いや、出品者は発送前にしっかり確認してたらしく、破れはなかったそうだ。出品者は郵送中に破れちゃったのか？と思ったそうだぜ。なるほど、そういう可能性もあるんだね。それって、どこかでチェックすることはできるのかしら？出品機能を使えば、確認をすることができるぞ。今回の出品者も、購入側に対してこのようにメッセージを送った。出品機能を利用してその状態を写真で見せてほしいとな。うんうん、これでお互いが状況を把握できるね。だが、購入者からは、写真では写らない細かい破れと返信が来たぜ。何それ、それなら気にしないで素直に受け取りなさいよ。まあその辺は感じ方が人によって違うからな。結局、相手には購入意思がないし、キャンセル手続きするしかなかったんだ。これまた出品側がかわいそうすぎる。ただ、出品者的には、こちらには非がないと判断した。そのため、返品時の送料は相手に負担してもらうよう返信したんだぜ。まあそりゃそうだよね。写真も送ってもらえないし確認できないもの。しかも送る前に確認してるんでしょ？出品側は明らかに悪くないわ。だが、忘れちゃいけないのは、相手がヤバいやつってことだ。送料のことを伝えたら、かなり強い口調で大量のメッセージが送られてきたらしい。え、怖いんだけど、なんてメッセージが来たんだろう？簡単に言えば、新品と記載があった商品なのに中古を送られた。だからこちらに非はないし、送料負担も当然出品者がするべき。って感じだ。しかもこの内容が、かなり攻撃的に送られてきたらしいから、怖いよな。え、ちょっと待って、全然頭がついていかないんだけど。そもそも外装のビニールが写真で写らない程度の傷がついてたくらいで中古って。そうだマリサ、こういう時は運営に助けてもらうのが得策よ。今回の出品者もそう思い、運営に連絡をしたそうだ。だが、キャンセル時の送料については当事者同士で決めろって感じだったそうだ。いかにも定型文的な感じで、あまり頼りにならなかったようだな。運営何してんのよ。さらに、購入側のヤバさが追い打ちをかけてくる。奥定期通、箱が凹んでいるようにも見えるとも連絡が来た。この購入者、ケチつけたいだけなんじゃないの？箱の凹みもどうせ、写真で送れないようなものなんでしょ？それはどうかはわからないが、出品者はもうやり取りしたくないって思ったんだろう。結局、出品側が送料負担して返品してもらったそうだぜ。うわぁ、出品側が損してたら何の意味もないじゃない。それで、返品された商品の実態はどうだったのかな？返品された商品はどう見ても新品だったらしい。購入者が言っていた破れや凹みも見つからなかったそうだぞ。は？何それ、購入者はどういうつもりだったわけ？多分、キャンセルしたかったけど、自分に非がある状況にしたくなかったんだろうな。まあもしくは、キャンセル分の送料を負担したくなかったのかもしれないぜ。いやいや、それ、ただの購入側のわがままだから。こういう時って、購入側はどんな対応をすればよかったのかな？まずは出品側の言い分を聞く。その上で状態が新品に思えないから、送料負担できないといえば、変わったかもな。なるほどね、そしたらお互いが納得できたかもしれないね。自分の思い通りにいかないと態度が表現する人っているのよねー。ああ、一方的に自分の意見だけを投げてきて、相手の話は聞かない。これは話が通じない人の特徴だと思うぜ。こうなっちゃうと話が進まないし、結局出品側が折れちゃうんだよね。一番、嫌なパターンだと思うわ。こういう話を聞くと、出品するのもなかなかためらってしまいそうだよ。何度も言うが、この話はヤバいやつの例だ。基本的には常識があって良い人が多いって思ってくれ。そうだね、そういう世の中だって信じてるよ。次はちょっと視点を変えて、メルカリに売られていたヤバい商品を紹介しよう。お、それはなんだか笑えそうだね、ぜひ聞きたいわ。早速紹介していくぜ。テンポよく行くぞ。まずは、甲子園の土だ。あ、それは聞いたことあるよ、前にちょっと流行ってたよね。流行ってたかはわからないが、相次いで出品されてたよな。ただの土でも、甲子園のとかつければ、ブランドになるのね。購入したのは、高校球児かな？次に紹介するのは出席カードだ。出席カードって何？これは、大学生ならわかると思うが、授業に出たことを証明するカードだ。ほうほう、ということは、このカードがあれば、授業に行かなくても出たことになるの？そういうことだな、ある意味魔法のカードだぜ。
いやいや、これは絶対ダメでしょ。一部には需要ありそうだけど、私が学生なら購入してしまいそうだもの。ある意味闇深いよな。学生の皆さんはちゃんと需要に出るように。他には何かあるのかな。ゲーミング PC が出品されていたのも結構有名だな。ゲーミング PC？ 別におかしいものじゃなくない？おっと、霊夢は知らないか？これを見てどう思うだろうか？おこれはゲーミングなのかな？商品説明欄に詳しい PC の性能が記載されてたが、スペック的には普通の PC だな。確かにゲームはできるだろうし、ゲーミング PC と言っても嘘ではないけど、これはちょっと詐欺に近いと思うよ。言葉一つで印象を変えられるというのは、非常に参考になる話だよな。うんうん、ゲーミング PC って書かれていたら、スペックが高いと思うもん。騙されたってなっても仕方なさそうね。霊夢も何かを出品するときは、商品説明の表現には気をつけてくれよな。そうだね、誤解されないように気をつけないと。もう一つ紹介するが、これは今までのものよりも闇深い一品だ。なになに、どんなものなの？藁人形と五寸釘のセットというものだぜ。え、何のために使うの？もしかして、呪い？3500円で売られていたらしいぞ。意外と高いよな。うわ、しかも買ってる人いるし。これは確かに闇が深すぎる商品だわ。買った人が悪用してませんように。今回紹介したものはあくまでほんの一部だ。他にも探してみれば面白いものや闇が深いものがたくさんあるかもしれないぜ。そうだね。それにしてもどうしてメルカリにはこんなものがたくさんあるのかな。理由はいくつかあると思うぞ。だが一番大きな理由はメルカリの規制が緩かったことがあるだろう。メルカリは2013年にサービス開始するが、最初は規制が緩かったようだ。ほうほう、じゃあ現在はだいぶ変わってるんじゃない？まあ、現在はだいぶ管理されてると思うよ。だが出品掲載料なしで誰でも出品できるし、今でも面白出品はあると思うな。私も今度見てみようっと。そして規制の緩さに加えて、出品手続きが簡単だからっていう理由もあると思う。メルカリは、個人情報の確認もないし、誰でも簡単に出品できるもんね。手続きの簡素化は使いやすさに関わる重要なポイントだ。だが、手続きが簡単すぎるがゆえに、面白出品が増えているとも思うぜ。なるほどねー。何でも手軽すぎてもいいことだけじゃないんだね。あとは少し違う視点からいくと、若者の利用者数が多いこともあると思うよ。確かに、メルカリの利用者層は、学生もいるし、比較的若そうだわ。だろ？だからいたずら半分の面白出品が多くされる傾向がありそうだ。若者たちが、面白出品はすぐさま SNS で拡散するから、真似する人も多そうだね。そうだな、とまあ、少し見ただけでもメルカリの闇が見えてくると思うぞ。うんうん、私的にはかなり身近なサービスだったけど、やっぱりいろんな人がいるのね。メルカリは何度も言ってるが、簡単に使えて便利なサービスだ。だが、一方で自分の身に危険が迫る場合もあると思うんだ。その通りだわ。自分の身は自分で守るためにも、サービスを理解しないといけないね。お、いいこと言うじゃないか、霊夢。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということで、ご視聴ありがとうございました。